はい、こんにちは。まーちゃんのぬまはるです。はい、今日はですねベイブレードバーストの動画なんですけれども、こちらのですねベイブレードバースト超絶覚醒ガイドっていうですねこの冊子が出てましたので購入してきましたね、うん、でこれにはですねこちらのメテオフレーム覚醒ゴールドバージョン、そうだね、これがついてきてますので、うん、これをねセットして今日は戦わせていきたいなと思います。はい、そして前回の超絶アキレスのプレゼント企画、たくさんのご応募ありがとうございまし ました。このですね当選発表は、この動画の最後でやりますのでぜひください。はい、じゃあ早速開けていきましょう。はい、おで今回バトルしていく改造はこの本に載ってたね改造を元にやっていきたいと思います。はい、はい、では早速やっていきましょう。まず私は超絶アキレス12メテオデストロイダッシュですね。これさっきのメテオね。僕はデトレスゼニスボルカニックダッシュでいきます。はい、3、2、1、ゴーシュ。おお、早くも3、2、1、ゴーシュ。意外と重さが、おー、またオーバー。3、2、1、ゴーシュ。さあ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 、もう危ない危ない危ない、おー、危ない、おー、またオーバーフィニッシュ。はい、続いて私はこちらでいきます。ディアナイト、アウターゼータダッシュですね。僕は超絶アキレス、12メテオデストロイダッシュでいきます。3、2、1、ゴーシュ。どうなるかな、さっきと違うな、また挙動がアキレスの挙動が違うけど、リシ君あれかな、覚醒してる、あ、覚醒はしてるね。わー、ほんとだ、してる。あー、でもさっきと丸手の動きが違うな、お互い。おっと、あら、3、2、1、危ない。いや、さっきの外側のやつに当たってたらやばかったね。頑張れ。よい、3、2、1。おっと、危ない。おっと、危ない、おお、跳ねた。おっと、なんとエルナイトが勝った。はい、続いて私はこちらでいきます。超絶バルキー、ダブルオーエクスパンドアブソーブですね。僕はエアナイト、アウターゼータダッシュでいきます。はい、3、2、1、ゴーシュ。アタックモード、うわー、バーストしちゃった。3、2、1、ゴーシュ。あー、自滅。3、2、1、ゴーシュ。おー、逆転、逆転、逆転。はい、続いて私はこちら、レッドアです。ゼニスボルカニックダッシュでいきます。じゃあ僕は超絶マルキリーダブルオーエキスポンドアブソーブでいきます。はい、3、2、1、ゴーシュ。はやはや、レッド派手、うわー、レッド派手。怖いよ、あー、ザバースト、怖いよ。3、2、1、ゴーシュ。うわー、はやはや、まだ周りにすごい、重い上にガンの速いなんてやばいじゃん。あ、でもやっとやっと勝てた。よし、3、2、1、ゴーシュ。あらなら、当たって砕けた。じゃあもう一回これでやらせてください。超絶アキレス12メテオデストロイ出していきます。え、僕ももう一回これでやらせてください。デッドアデスゼニスボルカニックダッシュ、3、2、1、ゴーシュ。おりゃ、あれ、さっきと違う。3、2、1、ゴーシュ。おりゃ、おぶね、あぶね、あぶね、ファーストだ、ファーストしてる。オッケー、オッケー、3、2、1、ゴーシュ。うわー、すごい、お、戻ってきた、戻ってきた。地球で、地球で、今のはでもオーバーフィニッシュ扱いかな。戻ってきたってないんだよね、普通は。ああ、わかった。そんなわけでこの4つの会場で戦ってみたんだけど、どれも結構強かったね。その中ですごい強かったのがデッドアでした。いや、異常な動きだった。異常、すっごい速くて、とんでもない速い、もうアタックしまくりでバーストしまくりだった。あとアキレスもね、なんか強かった、うん、そうだね、やっぱりちょっと強い。さすがメテオフレームって感じだね。そうだね、はい、そんなですね超絶アキレスのプレゼント企画の当選者発表はこの後すぐ。はい、
はい、ということでお待たせしました。こちらの超絶アキレスのプレゼント企画の当選者発表でございますね、うん、こちら5箱ありますので5名様に今回プレゼントしたいんですけれども、応募自体はですね123件ありました。なんですがちょっとねまあエラーが起きちゃったとか、もしくはもうダブってわざと入れた人とかいるみたいで、ちょっと被ってた方がいたのでその辺は削除しまして、実際は116件ということですね、はい、はい、今回はですね3桁なので3つサイコロを用意しました、うん、1桁目、10桁目、100桁目、はい、そうだね、うん、これで決めていきたいなと思います。はい、はい、じゃあどうぞ、ゆうちんくん、まずは100桁目。100桁目からね、0か1が出るまでだよ。ドーン、0、おい、いや0、はい、どうぞ。よかった、はい、10桁目、あ、0そのままにしておいてください。はい、0です。10桁目、赤、0、お、なんと1桁目。はい、1桁目。さあ、これは何が出てもおかしくない。0。おかしいでしょ。さすがにね、000の方いませんので、ちょっとこれおかしいでしょ。奇跡的に全部0が出た。すごい確率じゃない。今度こそ、いきます。6。あ、6の方です。はい、6の方はヨハネさんですね。毎回楽しみに見ています。お父さんとエシン君の親子ならではのコンビネーション好きです。毎日17時が楽しみです。だって、はい、おめでとうございます。ヨハネさん、こちらお送りさせていただきます。超絶アキレスダブル OTM ナイス。はい、続いて2人目ですね。エシン君どうぞ。さあ、まずは100キト目、ドーン。1か9はないです。ドーン。8はないです。やってきた、はい、10桁目。はい、さあ今度こそ0出ないでね。1。おお、10番台ですね。はい、1。11番の方ですね。割と低いところが当たるね。カラー RGP さん。お、カラー RGB さんですね。おお、2019年も引き続き応援しています。チャンネル登録30万人なんかいける気がする。いや、いける。30万人は必ず行く。来年ぐらいにね。あ、来年じゃない、来月ぐらいにね。はい。カラールジビさんって結構よくね、コメントくれるからね。マイティーなわですね。はい、おめでとうございます。お送りさせていただきます。はい、ちょっとだけスタブル ODM ゲットナイス。はい、では3人目です。はい、100桁目から。ドン0! おー、いきなり。いいね。さあ、赤サイコロ。でいや !1! あ、またよ、おい、またかい、おい、ちょっと。ドン！エイくん、9番。さすがにちょっとね、よくないね。ミスターフルグラさんですね、うん。いつも親子仲いいなと思います。自分このチャンネルを見てベイブレードを始めたみたいなもんです。アキレスさん持ってないのでぜひ欲しいです。待っています。だって、おめでとうございます。超絶アキレス、ダブル ODM ゲット、ナイスあの、ちょっと低いところが多いからもうちょっと高い位置、うん、お願いします。まずは0か1だね。うん、せめて1、3、1出てくれ。0ね、はい、はい、次は9。ここだよ、これ結構高めにお願いしますよ。9来てください。2。低い、低い。エイシンくん、いきます。ドン、5。25番ですね。イテクさんですね。動画を見るたびにほっこりさせてもらっています。応援しています。だって、おめでとうございま す。当たりました。こちら、ちょっとだけです。WOTM ゲットです。はい、じゃあ最後の5人目ですね。いきます。100の位、1出せ。1を出せ。1を出せ。4。1。0。0。はい、0。10の、10桁、10の位。頼む。高い数値出して。なぜ、ね、やったー。オッケー、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 はい。一桁台、一桁台。はい。7。お、77。すごいね。77枚。お願いします。77番は
ヨシキンさんですね。いつも子供と楽しく拝見しています。ベイブレード超絶シリーズから始めたばかりで、まだまだわからないことばかりですが、マーチェンレン様の動画は子供目線でわかりやすくとても参考にさせていただいています。これからも動画投稿頑張ってください。子供と応援してます。だって、はい、おめでとうございます。超絶だけしたフロー DM 超絶ですよ。ゲットゲット、ね、超絶ナイス。これが大きい。マーチャンネルでいいです。さまつけなくていいですよ。はい、ということで今回はですね、5名様、ヨハネさんから RGB さん、ミスターフルグラさん、イテックさん、ヨシキンさん、この5名の方に当選しました。おめでとうございますね。おめでとうございます。またね、このウェイブレードのプレゼント企画は、やっていきたいなと思ってますね。だね、次回の乱舞の時かな。そうだね、乱舞何個で、レアが引けたか。そうレアが引けたその時の数によってプレゼントの数も変わるっていう企画で今年やってみましょうか。10個目とかで出たらやばいよ。そしたらもう皆さん的にはね、嬉しいよね。10個プレゼントだったら、ね、それ100個目とかで当たったら100個プレゼント絶対全部当たるかな。100個はやばいでしょ。それでパパが死ぬわな。今回当選した5名の方はね、私の方からご連絡させていただくんですけれども、はい、その時に1ヶ月間お返事がない場合は当選無効とさせていただきますので、はい、もし無効になった場合はあとまたツイッターなどでね、再抽選をした結果をお知らせしたいと思います、はい、中にはですね、携帯のアドレスの方もいらっしゃいますので、僕がお送りするのは Gmail からのアドレスなので、Gmail を受け取れるようにしといてください。じゃないと受け取れない、迷惑メール扱いになっちゃって受け取れなくて連絡が取れないっていう最悪なパターンがありえますので、ぜひ気をつけてください。どうぞご協力をよろしくお願いします。ということで、今日の動画が面白かったなとか気に入ったなと思った方はぜひいいねボタン、高評価、グッドライクお願いします、はい、そしてぜひお友達にも教えてあげてください、はい、それと今回のおすすめ動画はいつもと今度出てますので、ぜひチェックしてみてください、はい、チャンネル登録は真ん中あたりからよろしく、ね、ということで今回は以上でございます。バイバーイ。